準備はいいか？一度。記憶のぶつかり男、元プロ野球選手、木内武幸殿。あんたは駅ですれ違った多くの女性を理不尽に傷つけた大罪人、反抗できない弱者を狙いぶつかり行為を繰り返し、たくさんの夢を奪った卑怯者。その歪んだ欲望、我々怪盗団が頂戴します。なんだよこれは。怪盗団だと？ふざけやがって、俺の名前まで。木内って、ああいたな、そんな選手。俺顔も覚えてるわ。確か大物長で、てか木内ってあいつじゃね？どけどけ、邪魔だ！何が怪盗団だ？俺のあれを盗むつもりってか？やらせねえ。取られてたまるかよ。取られたら終わりだ。よし、木内は確実に予告状を見たな。これでお宝は権限しているはずだ。もう後戻りはできない。メメントスに行くぞ。